はい、さい、沖縄の関です。さあ、今日もね、ドラゴンクエスト10やっていきましょう。でだ、昨日全滅したので、こちらの猫島の方に来て、現在、経験値稼ぎを行っております。ただね、はい、一応職業の方も戦士に転職していました。というわけで、まあ、レベルがね、またあの低いところからやり直しなんだけど、パッシブ系、これをできるだけ早いうちにある程度揃えていこうかななんていうことを考えております。というわけで、まあ、今回は、ちょっとクエストをこなしておこうかなっていうのをちょっと考えております。やっぱこの期間限定のクエストが気になるんだよね。メギトリス寮にいるブルベリーノが落とすという、これできるかな、期間限定だけど。まあ、それでやってみよう。あ、いたいた、シルビアさん。この服いいっす。まあいいんじゃないかな。いいんじゃないでしょうか。踊って楽しんでいただけたら、あ、踊って楽しんでくれたら嬉しいわと。ドラゴンクエスト11発売してから1年か、もう1年なんだ。ほんと早いっすね。さあ、最高にハッピーな気分。次のショーがあるのから、ここにいられるのは8月14日まで、まあ来週の火曜までですね。それまでです。はい、ロトゼータ試合にも行きたいな。久しぶりにドラゴンクエスト11触りたくなってくるな。ダウンロードコンテンツとかそういったのがね、出てほしいななんて思ってるんだけど、どうなんだろう。メギストリス寮にいるブルベリーノが落とすという、聖典の目薬を取ってきて、ブルベリーノ、ブルベリーノ、ブルベリーノ、まあ行ってみよう。勝てるかな、勝てるかな。問題はそれだけっす。ブルベリーノ、おや、もう日が暮れてきた。なんかあのドラクエ10の世界では、私はいつも夜にばかり冒険しているような気がしますが、なんでだろう。昼間ね、自分がログインする時間帯ってなんかやたらとドラクエ10の世界の中では夜が多いんだよね。なんか変な感じ。さあ、メギストリス寮到着。ブルベリーノって、ひょっとしてこいつ、あ、こいつ、あ、こいつだ。行ってみよう。かなり強そうだって言うんだけど、いけるかな。かなり強そうだよ。一発目で落としてくれるかな。よし、落としてはくれなかった。残念。もう一回、次、こい、ブルベリーのね、なんか、え、やだ、魅了されちゃった。で、どうなるんだよ。おい、味方を攻撃しちゃダメだよ。猫島でレベル24まで上げました。やばい、また誘われる。あ、ミスか。 OK、 さあ倒した。ゲットならず。おー、あれ、あ、いたいた。今度こそ
ましょう。なんか怒ってるぞ。やった。ゲットならず。はい、次ブルベリーに落とすんだよね。マジかマジかマジか。そろそろ我に帰ってくれ。やった。さあ、やった。ゲットいたしました。つうわけで、キラキラ大風車塔の中にいる誰だっけ、そのお天気ななんたらかんたらの人に、今ゲットしたやつを早速渡してくるっすよ。いきます。どこにいるんだっけ。この中にいるはず。もう一回名前確認しよう。これこれこれ、プープー系お天気レポートさん。このプープナお天気レポート、お天気お姉さんのプープナに頼まれ、よし行くっす。駆け出しコレクト。なんだこれ。おー、いつもやかこんなのまでゲット。さあ、この中にいる、あれ、行き先を見る。真ん中辺、ここにこの中違うわ。プープナ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 、あれ下のプロかな。おーれれんれんれん、いないぞ。
ピーピー違う、プープーな、プープーな、ポリリ、うん、上にいるのかな、上だっけ、天気はね、そのいた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 、チェイス、うん、よろしくっす、これでいいのかな、うん、ほう、すげえな、お、へえ、やった、あざっす、経験値いっぱい来たよ、はい、クエストクリア、よし、レベルアップ、というわけでやりました、クエスト達成、うん、プープーなお天気なんだっけ、まあ、その、クエスト達成いたしました、ちょっとねまだまだスローペースではありますが、ドラゴンクエスト10少しずつでもこんなペースで進めていこうと思います。というわけでですね、フレンド大募集しておりますので、フレンドになってくださる方がいらしたら、ぜひあのフレンド申請していただけると嬉しいっす。このフレンドになって一緒に遊びましょう。というわけで今日もこれからまた、経験値上げ、経験値稼ぎ、レベル上げ頑張ってやっていこうと思いますんで、応援のほどよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。
関です。さあ今日もねドラゴンクスト10やっていきましょう。でだ、昨日全滅したので、こちらの猫島の方に来て現在経験値稼ぎを行っております。ただね、はい、一応職業の方も戦士に転職していました。というわけで、まあ、レベルがねまたあの低いところからやり直しなんだけど、パッシブ系、これをできるだけ早いうちにある程度揃えていこうかななんていうことを考えております。というわけでね、今回はというわけで、まあ、今回は、ちょっとクエストをこなしておこうかなっていうのをちょっと考えてるんです。まあなぜかやっぱこの期間限定のクエストが気になるんだよね。うん、メギトリス寮にいるブルベリーノが落とすというこれできるかな、期間限定だけど。まあそれでやってみよう。うん、メギトリス寮ってどこ？いたいた、シルビアさん。この服、いいっす。まあ、いいんじゃないかな。いいんじゃないでしょうか。うん、踊って楽しんでいただけたら、あ、踊って楽しんでくれたら嬉しいわ、と。ドラゴンクエスト11、発売してから1年か、もう1年なんだ。ほんと早いっすね。さあ、最高にハッピーな気分。次のショーがあるのからはここにいられるのは8月14日まで、まあ来週の火曜までですね。それまでです。はい、ロトゼータシアにも行きたいな。久しぶりにドラゴンクエスト11触りたくなってくるな。ダウンロードコンテンツとかそういったのがね出てほしいななんて思ってるんだけど、どうなんだろう。ほほう、
メギストリス領にいるブルベリンドが落とすという聖典の目薬を取ってきて、うん、この辺りにいるってことなんだ。ブルベリーノ、ブルベリーノ、うん、ブルベリーノ、まあ行ってみよう。勝てるかな、勝てるかな、問題はそれだけっす。ブルベリーノ、もう日が暮れてきた。僕はあのドラクエ10の世界では私はいつも夜にばかり冒険しているような気がしますが、うん、なんでだろう。昼間ね、自分がログインする時間帯ってやっぱやたらとドラクエ10の世界の中では夜が多いんだよね。なんか変な感じ。メインストリス、さあメインストリス寮到着。ブルベリーノってひょっとしてこいつ、あ、こいつ、あ、こいつだ。行ってみよう。かなり強そうだって言うんだけど、いけるかな。かなり強そうだよ。さあ、一発目で落としてくれるかな。よし、落としてはくれなかった。うん、残念。もう一回、次。こい、ブルベリーのね、なんか、え、やだ、魅了されちゃったってどうなるんだよ。おい、味方を攻撃しちゃダメだよ。うん、猫島でレベル24まで上げました。やばい、また誘われる？あ、ミスか。オッケー。さあ、倒した。ゲットならず。ん？おー。あれ？いたいた。
今度こそ。やった。ゲットならず。はい、次ブルベリーのが落とすんだよね。マジかマジかマジか。そろそろ我に帰ってくれ。やった。
ゲットいたしました。つうわけで、キラキラ大風車塔の中にいる誰だっけ、そのお天気ななんたらかんたらの人に、今ゲットしたやつを早速渡してくるっすよ。いきます。どこにいるんだっけ、この中にいるはず。ちょもう一回名前確認しよう。これこれこれ、プープー系お天気レポートさん。このプープナお天気レポート、お天気お姉さんのプップナに頼まれ、よし行くっす。駆け出しコレクト、なんだこれ。おー、いつの間にかこんなのまでゲット。さあこの中にいる、あれ、あれ、先を見る真ん中辺、この中違うわ。プープナ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 、あれ下のプロかな。おれれんれんれん、いないぞ。ピーピー、違う、プープーな、プープーな、上にいるのかな、上だっけ。天気悪いですね。いた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 、チェイス、うん、よろしくっす。これでいいのかな、うん。ほう、すげえな。お、へえ、やった、あざっす、経験値いっぱい来た。
ぜひクエストクリア。よし、レベルアップ。よし、はい、というわけでやりました、クエスト達成、プープーなお天気なんだっけ、まあ、そのクエスト達成いたしました、ちょっとねまだまだスローペースではありますが、ドラゴンクエスト10少しずつでもこんなペースで進めていこうと思います。というわけでですね、フレンド大募集しておりますんで、フレンドになってくださる方がいらしたら、ぜひあのフレンド申請していただけると嬉しいっす。このフレンドになって一緒に遊びましょう。というわけで今日もこれからまた、経験値上げ、経験値稼ぎ、レベル上げ頑張ってやっていこうと思いますんで、応援のほどよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。